はいどうも、皆さんこんにちは。6月の22日の、今日土曜日です。やってしまいました。今日はですね、山梨県選手権ということで、僕たちはチームで 4×100 のリレーを、出てました。はい。で、まあ今日は普通に朝早かったんですけど、会場に行ってしっかりアップして、いろいろねそれなりに準備を整えてから、まあ、バトン合わせということでスパイクを履いて、1本ね、まあ、100% に近いような感じで走ってバトン合わせをした時にですね、今までにねちょっと感じたことのない、違和感というか痛みが、右足のふくらはぎですねに、まあ、発生しまして、僕はねアンカーだったんで、まあ、最悪ね本当に走れなかったら途中で、まあ、止まってでも歩いてでもね、ゴールしようっていうそんな気持ちで、絶対にね、まあ、無理はしないように、走ろうかなということで、走ってきました。まあ、テーピングを巻き直したりとかして、いたんですけど、ふくらはぎのこの下の方ですね、この辺に、今もですねすごく鈍痛といいますか、ふくらはぎがつる時の痛みをなんかもっと太く鈍くした感じの痛みがねずっと今ね続いてます。地面にねこうつま先をぐって、ついてアキレス腱とかがねこう伸びるような感じの時にすごく痛みがあって、リレーの時もアキレス腱使わないように走ったんで後半全然伸びなかったんですけどね、まあ、なんとか完走だけはしました。で実はですねこれ皆さんには言ってなかったんですけども、今年に入ってから、アキレス腱の痛みがですねちょっと再発というかしてまして、坂道ダッシュとか、スパイクを履いてタータンでの走り込みですよね、出力が高めで本数を何本も走ると、もう次の日はかなり朝とかね階段降りるのもちょっときついぐらいアキレス腱が痛みが出てしまっていて、で、まあ、アイシングをしたりとかマッサージをしたりとか、まあ、いろいろと、だましだましやってました。で、まあ、そんな痛みが出たりちょっと軽くなったりっていうような感じで、しかも、そこそこ自分が走れちゃっていたので、なんとなくこのままだましだましやっていこうっていう気持ちでいたんですよ。で、それも自分ではうまくないなって思いながらも、すごい後ろめたさを感じながらも、ずっとね、だらだらちょっとやってきてしまっていて、だ今日ね、こうやって、今もう、僕の中ではこれは走れる状態ではないような感じの状態なんで、悔しいは悔しいです。本当に調子がね、良くなってきていたので、悔しいんですけど、でもね、不思議とちょっとね、安心感があります。あ、これで、しばらくね、ちょっと本当に、ね、もう負担をかけていたアキレス腱とか足が、ちょっと休ませてくれよというふうにね、言っているのかなと思って、まあ、しばらく少しね、休みを入れようかなと思ってます。で、ただ、もちろん、目標をね諦めているわけでもないし、状態が良くなったらすぐ元の通りに、走れるようにはしたいので、そのための準備、まあ、足が痛くてもできるトレーニングっていうのはたくさんあるので、まあ、そんなこともねまた動画で皆さんにね、お伝えというかアップしていきたいなと思ってます。良くなっては怪我して良くなっては怪我して、本当にね思い通りにいかないのが、スポーツ、まあ、世の中もそうなんですけど、本当にね自分の思い通りには行くことの方が世の中は少ないんですよ。本当にね石でつまずいて、いろんな壁があって山があって谷があって、まあ、そうやってねいろいろ乗り越えていかなきゃいけないことがね人生にはいっぱいありますので、まあ、とにかく僕の中ではね全然心の炎は全く消えてませんのでまたねちょっと前向きな気持ちで明日からもねできることを頑張ってやっていこうかなと思います。はい。ということで本当にね、まあ、皆さんにとってもちょっと残念なお知らせになっちゃったかなと思うんですけども、
またね、頑張っていきますんで、まあ、とにかく、これからも、動画の方をね、よろしくお願いしたいと思います。ということで、今日の動画はこれで以上になります。いつもね、本当にご視聴、コメント、それからアドバイス、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。